令和6年5月17日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその1です。さあ、ここでは、はい、今週のアングリー平井。というわけで今日は、はい、今日はですね、3ヶ月に1回の、四半期決算が、出ましたので。また嬉しそう。すげえ嬉しそう。まあ、今回はね、まあ、今日はね、ソフトバンクグループで、まあ、これはね、意外な展開になったんですよ。それから、来週は楽天。楽天はもう古典落語通りで。古典落語。持ちが決まってる。それでですね、まあ意外な展開をしたソフトバンクから今日ちょっと行こうかなと、まあなんでこうなったのかというのをちょっとお話ししたいと思います。はい。はい。じゃあまず1枚目の、スライドですね。これは何かと言いますと、会社ソフトバンクグループさんが決算説明会で出した資料なんですが、まずトータル的にはですね、この売上がですね、ここにあるように、6兆7565かな、億円ですね。単位が億円です。で、税引き前利益が、まあ、たまたま今度ね、アームを上場して、アームの時価総額がガーッと上がったりしたこともあり、まあ、プラスなんですよ。税引き前が578億円の黒字なんですが、さすがソフトバンクグループで、その後ですね、繰延税金費用の取り崩しをやりまして、税引き前利益出てるんだけど、繰延税金費用を当てて、そして見事に、2276億円のマイナスということにしましてね、はい、しっかりと、今回も、本来であれば578億円にまあ、税金がかかってもというところなんですが、当期純利益はお約束のマイナスということになりました。節税しっかり行っていると。うん。で、今回ね、まあ、意外な結末、これまでのトレンドというのは、ソフトバンクグループが投資した有価証券が、まあ、次々と含み損が出てきて、これが、どん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 株式の評価が下がっていったと。ところがね、今回はですね、奇跡の大逆転があったということなんです。じゃあそれは何かというと、次のスライド。アームなんですよ。で、アームというのは上場してたわけです。上場してずっと株価の動きを取ったわけですけども、この2月にね、今年の2月に異常な上がり方をしてるのを気がついてると思うんですね。で、これは何かというと、まあ、ここで 48% 株価が上がったんですけど、何かというと、この2月にですね、まあ、前期、つまり、2023年の10月から12月の決算を発表したんですけども、そこで、その決算が良かったということではなくて、非常にね、この強気の将来計画を出したんですね。で、これでみんなが、あ、こんなに売上が伸びるのかと。いうことで買いが殺到してガンと上がったわけです。で、ずっとそれで来てたんですけど、今度ガンと下がってますね。これは何が起きたかというと、5月8日に発表した通期の売上高の予想が生成 AI でガーッと伸びるだろうとみんな期待してたんだけど、みんなの期待より下だったんで売られて落ちたということなんですよ。で、株価下落したと。ところが、ソフトバンクグループの決算というのは、ここの3月の末なので、ここなので、この時点での時価総額というのが、3月末の決算に使われているということなんですね。それで、じゃあ、アームにリスクがないのかっていうと、実はでかいリスクがあるんですけども、それは何かというと、アームのですね、事業収入の約2割が中国から来てる。ね、2割が中国。ところがですね、その中国にあるのはアームチャイナという会社なんですが、これはもともとイギリスのアームの 100% 子会社だったんですね、アームチャイナって。それがソフトバンクが買収した後になぜか 51% の経営権を中国人投資家に売ってしまって、子会社じゃない
会社になってるわけですよ。つまりアームにしてみると子会社じゃない会社が管理している中国という地域から2割来てると。だからこれね、なんですよ。それでつまりね、中国からアームの中国からの収益の認識っていうのは自分の子会社じゃないアームチャイナが提供する情報に依存してるわけです、うんうん、だからまあごまかそうと思えばどうでもごまかせるんですよね。でしかもあの株式については、まあ、散々その、アームチャイナ の, その中国人のね、投資家 の, このアレン・ウンさんっていう人と、まあ、この人アームチャイナの CEO だったんですけど、この人と散々裁判をやった上に解任したんですけど、その 51% が中国側にまだ残ってるという事実は変わってないし、残りの 49% をアームからソフトバンクグループの方に移そう移したんですね実際、うん、ところがイギリスで移したんですけど、中国当局はこの名義株主名簿の名義書き換えを拒否してると。だから中国だけ、株主名簿が、中国人投資家51アームが49になってんですね。実態は中国人投資家51ソフトバンクグループが49と、いうことなんですよ。もうね、うん、この辺とか人治国家だからもう何やってるか分かんないです、うんうん、ただあの次のスライドいきましょう。まあアームの成長を、まあ、裏付けてるのはこういったですね、まあアリババが使ってる名前置いといてもアマゾン、グーグル、マイクロソフト、オラクル、エヌビディア、こういったところがですね、まあアームの技術を使って、半導体を設計してるというところにあるわけですね、うん、で、じゃあ次のスライドに参りましょう。それでじゃあ今言いましたように株価がジャンプしましたと。その結果ですね、何が起きたかというと結局持ってる株数は変わんないんだけど一株当たりの価値が値上がりしたから総額は上がるわけですよね。それによってアームの価値大幅増加っていうけど、これ株価が上がってで、はい、持ってる価値が上がったので、保有の株式数はこの1年で2倍になりましたと、うんうん、だからアームがここの 14.4 あって、ビジョンファンドの1と2とその他ファンド事業が 8.8 で、ソフトバンクって携帯やってる会社が 3.2、T モバイル、ドイツテレコムが 2.1 その他 1.9 という形になりましたねっていう形なんですね、うん、まあ、アーム以外も上がってるんですね。そうですね、ただ見ても 8.3 から 8.8 とかね、そんなに大きくは変わってないわけですよ、うん、だと世界的に株高なのでそれによって引っ張られてるところはありますよね。ただアームが倍になってる、倍以上になってるとはちょっとすごいでしょう、うん、じゃあ次行きましょう。それでこれ見るとね、金額でいくとずっと下がってたんだけどバンとここで 30.3 兆円まで上がったのは別に何がすごいかっていうとアームの株価が上がってドンと上がりましたよと。なので、構成比で見るとこうなりますということなんですね、うんうん、でじゃあ次行きましょう。はい、でじゃあその、アームの株の、上昇ね、値上がりとあと円安で、換算レート変わってますが円に換算すると、こういうふうな形で 27.8 ですか、うん、っていうふうに数字になりますよというのを、会社が説明してるわけですね。で次に行きましょう。はい、でこれでいくとこれもほとんど今説明したようにここもずっと中国に投資した株 の, 評価源で下がってきてたんだけどアームがボンと伸びたから、回復しましたということなわけです、うん、これが実態ですねということなんですね、うん、でそれで次行きましょう。ボンとでこれ構成を見ていくとアリババ株って VIE 株ですよね。これをうまいこと売り抜けたわけですよ。株式の評価減を穴埋めするためにアリババ株を他にはめ込んで、売却益を出して、この、あの評価なんていうか損を
小さくしたわけですよね。でこれでやってどん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 そのアリババ株を手放していったから、まあ、今ありませんと、ね、それで、アーム株が値上がりしたんでこんな形になってますねっていうことなんです。だからね、地政学リスクは低減じゃないんですよ。要は全然違う違う違うと思うね。君たちの持ってるね、バイトダンスとかね、センスタイムとか、ああいう中国共産党と近いとアメリカに名指しされてるような危険な会社の株式は持ったまんまじゃないですかと、うん、たまたまアームがボンと値上がりしたから、その全体にね、占める比率が変わっただけですよね、うん、っていうことを見なきゃいけない、うん、ね、色変わってないよ。そうなんですよね、変わってないでしょ、ね、うん、じゃあ次行きましょう。でボンと見るとね、中国が減りましたって、そりゃそうですよ。中国が売ったわけじゃなくて、こうアームが伸びただけでしょって話。割合が減ったっていう比率の話だけでしょ。そう、比率の話だけなんですよ。それなんかひどいね、それ。こういうねミスリードしてね、誰も指摘しないんだよね。なんで指摘しないか分かります？ね、ソフトバンクっていろんなところにね、テレビ広告とか雑誌広告とかいろんなの出してけ。だからあと金融も結構ほら借りたり、証券発行したりして手数料落ちるじゃないですか。だからみんなで知らんぷりをしてるわけですよ。じゃあソフトバンクが脱中国かみたいな、そういうのは一切ないっていう。ないないです。ない。何も変わってないです。だから一言で言っちゃうとアリババ株がボッと上がったから構成がガッと変わりましたっていうだけの話なんです、うん、はっきり言うと。アームのね。うん。まあこれが実態なんです。ところがね、やっぱりね、裁判もあるから、いろいろ裁判って起こされちゃいけないから、じゃあ次行きましょう。ポン。これはね、彼らのプレゼン資料なんですけど、はい、ソフト、ビジョンファンド1号には、バイトダンスを投資してますとかね、一応書かざるを得ないわけです。これ書いてあるわけです。それから、あとね、2号にはペイペイ。だから皆さんペイペイ使ってると、ね、ソフトバンク儲かるんですよっていう話ですね。うん、こういうのがあるんですね。こういうものが入ってると。で、やっぱりね、いろいろなことがあって、じゃあ次行きましょう、ドンと。ちゃんと視聴してる人、バイトダンスアップデートっていうことで、こうやって TikTok、アメリカでこの前法律、売却を命ずる法律ができたって話しましたけど、この経緯については一応ですね、投資家には開示をしていると。うん、まあしなかったら、しないで何かやることになったら、開示責任がね、ディスクロージャーの問題を問われますから、ここはここでちゃんと書いてます。で、ところがですね、じゃあファンドはどうなってるかというと、はい、次行きましょう。まあ見ての通りですね、開店休業状態なんですよね。まあまあここが2022年度、3年度ですけど、まあこういうふうに低水準で投資は続いていてですね、まあ結局は、どうですかね。やっぱこの状態ですから、銀行もバンバンね、投資してくださいとは言わないわけですよ。しかもね、これもはっきり言っちゃいますけど、最近はですね、最近また孫さんが AI、AI って言って、やたら AI って言ってますけど、彼はね、実はね、昔から AI、AI 言ってんですよ。それで、例えば WeWork は AI だとか言って、ポンとお金突っ込んで破産したりとかね、結構ね、彼の言う上ね、AI っていうのはね、失敗の連続なんですよ。で、今また AI、AI って言ってるから、まあ、こういうことでね、やってるわけですけど、まあ金融機関であれば、まあアームがね、化けたことだし、まあここでね、また化けた分をですね、ウィーワークみたいなことはやらないでねっていうのが、まあ本音でしょうね。なるほど。うん、孫さんのやり方としては、うん、数打ち当たる系なんですか？まあ数打ち当たるのは多分ベンチャー投資ではみんなそうなんですけど、うん、まあ、人に比べて当たる確率がどうなのか、千密が千一とかね、そんな感じの、うん、だからたまたまそのアリババが大化けしたこと で、はい、あれを僕は VIE のからくりは明かしましたけども、まあ、アリババにたまたまお金を入れてたことでものすごい時価総額になったよっていうことで、まあ
神様みたいに言われてるわけだけども、うんうん、ね、ウィーワークだとかなんだとか結構失敗はしてるんですよ。まあもちろんね、ベンチャーの投資だから失敗はつきものであるんだけれども、まあ、あんまりだからね、AI 革命とかね、いう言葉に踊らされちゃいけないと、過去、私の個人のあれですけどね、意見ですけど、過去にね、AI なんとかとか言って、お金入れて失敗してるでしょっていうね。そういうこと、大風呂敷広げるの好きでしょ？そう、彼はね、大風呂敷広げるんですよ。うん。で、その一つがあるじゃないですか、国際電力網じゃないですか。そう。ね、あれもだから送電も全部つないで、うん、で大林自然エネルギー財産作って大林美香を入れて、その河野太郎を使って政府のあれに入れて、タスクフォースの中で電力網を全部くっつけようとしたと、うん、で、それは再エネを全の発電の送電も全部つなごうとしたわけですけれど、中国とかね、北ロシアとかね、だけどもう今はね、多分再エネ賦課金とフィット制度を作って散々大儲けしたけども、去年一昨年と株価が株式の評価が落ちたために大損を出したじゃないですか、はい、一環として目田ソーラーをやってる子会社の確か8割ぐらいを豊田通商に売ったんですよね。売らなきゃいけなかった、売ってお金作って、資金繰りをしなきゃいけなかったから。で、まあ銀行もそれは売れって言いますよね。で、まあ、だからあんまり今送電網に興味ないかもしれない、自分の儲けにならないからね。そんな感じがします。なるほど。だけど今回の決算をざっと見てると、まあ、さっき言いましたようにアーム社の株価が急騰したためにですね、2月に急騰して5月ぐらいまで続いたために、まあそのピークの何ていうか、価格帯がピークだった頃の時価総額が今回の決算に反映されたので、財務内容がものすごく良くなったように見える。だけど会社が出している資料をちゃんと見ていくと、実はすごく良くなったんじゃなくて、はい、アームだけが化けたからアームの分だけ良くなったよねということ。そういうことなんです。もう完全に受動的な、受動的、全然能動的な戦略的な行動じゃないわけです。ないわけですよ。ラッキー。ラッキーパンチが当たったという感じですね。平井先生の目から見て、ソフトバンクは、まあ、この先、うん、こういう経営状態で続けていけるもんなのか、なんか打つ手っていうのは何かあるんですか？僕はですね、ソフトバンクグループの動きを見ていくと、一つはですね、まあ、今の業態、つまり投資業態であるならば、はい、今度その株式の NAV っていう時価総額ですよね、これはアームの株価によってソフトバンクグループの、NAV、ね、持ってるファンドの NAV が上下するんで、そこで益が出たり損が出たりすると、まあ、アーム一本足打法の会社になると思います。なるほど。依存しちゃうってことですね。依存しちゃう、アームの株価次第というところだと思います。それとあと AI がどうこう言ってますけど、まあ、一応ね、警戒しなきゃいけないのは、さっきお見せしたようにバイトダンスとかセンスタイムとか、まあ、いろいろフルトラックアライアンスとか、こうやってアメリカで問題視されている会社の大株主なわけですよ。ということは中国共産党と非常に近いわけですよね。ということは今中国は AI を軍事転用するために NVIDIA の半導体を買いだめしたりとかいろんなことやってるわけですけど、孫さんが言うその AI 半導体っていうのはどうも中国にその技術を回そうとしてんじゃないかなというところが懸念ですから、これは日欧米でしっかりと監視する必要があると思いますね、動きをね。なるほど。それをしていかなくちゃいけない。どういう会社なんだ。いや、もうどうする。なんじゃそりゃ。監視対象。監視対象です。うん、そのうち公安のリストに載るかもしれません。冗談です。でもまあそれぐらいやばいいうことなんですよね。それと あとはね、あとそうそう全然違う話をすると決算と。
皆さんどう見てるか分かんないけど、 LINE の韓国のネイバーが持ってる株、うん、持ち分を、はい、日本で買い取れって言ってるでしょ、ね、日本で分離して、はい、これどういうことかっていうと、ね、ネイバー切り離して孫正義の会社が LINE を持ちますよってこと、だってソフトバンクグループだから、うん、ということです。だから誰が日本に持ってくるっていうんじゃなくて、誰の持ち物になるのと、その人は何を今まで知ってきたのかということを実は見なきゃいけないよねと僕は見てます。孫さんが LINE やったら、いやだからちょっと危険。そうだから孫正義さんの会社が持つ LINE になる。でそこはそのまだメッセージやり取りしてるのは個人のあれでいいけど、問題なのは行政が使ってることなんですよ、うんうん、だからそういうを考えたら、もういっそのことね、ソフトバンクグループに集まったらそこを国のファンドで買っちゃうと、でもう国が持ってる LINE にするとかね、それでサーバーを日本だけに置いて、うん、サイバーセキュリティしっかりやって、で行政で使うに耐えられるようにするというかね、そういうようなことをしていかないといけないのかなと個人的に思ってます。そうですね、これまでのね、ごたごたがひどすぎましたよ ね、結局そのネイバーの技術なしにはできないと、できないと、結果としてサーバーもいつまでもソウルにあるとか、うん、でこれはデューデリの時にですね、分かったことだったはずですね、うん、そうですね、うん、だから甘利さんなんかですね、この段階で分かったからよかったんだなんてことを我々に言ってましたよね。言ってましたね。なんだけども、結局改善できなかったら何の意味もないですね。そうですね。放置ですもん。それ。うん、で今度それがじゃあ切り離して孫さん、さんにやらせる。100% になるっていうのはね、ちょっとねと思います、ね。セキュリティクリアランス法案でちょっとまずいのでは、ね、はい。いや本当にそうですよ。だから僕は韓国と切り離すのは賛成なんですけども、結局もう韓国ラインとジャパンラインに分けてしまって、韓国のユーザーも韓国でやってください、うん、でジャパンラインはジャパンラインで日本に全部サーバー置いてセキュリティやるけども、うん、持ち主がねやっぱ国で持ってた方がいいんじゃないですか。そうですね、ね、うん、そうじゃ政府機関が使うならね。そうなんですよね、うん、はい、ということでございます。ありがとうございました。